楽天の銀次内野手が8日、仙台市の球団事務所で契約更。バタルに臨み、2400万円増の年俸1億円で公開した。今季は初めて全試合に出場し、一塁手としてベストナインとゴールデングラブ賞を獲得。大台到達にも、正直、もっと行くかなと思っていた。若い選手が育つために、頑張った選手は評価してほしい、と率直な思いを口にした。今季は本職の一塁に加えて不慣れな二塁も守り、なしだ、監督か。だは、また来年、どっちも準備しておけと言われた、という。打率3割を来季の目標に掲げ、誰よりも活躍して輝きたい、と語った。金額は、